微分音は半音よりさらに細かく分けられた音程を指す。平均率において半音より狭い音程のことを微分音程、または微分音と呼ぶ。代表的な例として、半音をさらに半分に割った4分音、半音を3分の1に割った6分音、4分音を半分に割った8分音などがある。なおこれらの日本語での表記には、アラビア数字でなく関数字が多く使われる。 超二度を3で割った三分音は、その音程でオクターブを均一に割れると半音が現れない。超三度と単三度の間の四分音と気温との関係を中立三度と呼ぶ。この二つは、アラブトルコイランなどのイスラーム文化圏や隣接する、ブルガリアなどの民族音楽での調律において見られる。トルコのオスマン古典音楽では全音を9等分した9分音に、 ほぼ近い音程が定義されるなど、世界各地の民族音楽には、様々な微分音が認められるものの、西洋伝統音楽ではギリシアから輸入した、エンハーモニックの概念が、臨時記号の読み替え程度にしか定着しなかった。変異して良い音名は B のみとしたグイド・ダレッツォーの録音音階の、理論により異常や半音階進行に束縛がかけられ、微分音が正当性を得ることがなかったためである。 カルロ・ジェズ・アルドが講師で作曲語法を使い分けたこともこういった事情によっている。西洋においてこのような禁忌を破って行われた微分音の最初の探求にはエンハーモニックを解決すべく考案された16世紀のニコラ・ビチェンティーノによる36音音階や17世紀のクリスティアン・ホイフェンスによる31音音階などが存在する。 しかしこれらはいずれも定着には至らなかった。微分音が作曲上の素材として再認識されたのは20世紀に入ってからであり、アロイス・ハーバー、イワン・ビシネグラ・ツキータの人々によって可能性が実作と理論の両面で極められた。現在では、現代を音楽において幅広く聴かれるものになっている。近年では、伝統音楽の範疇を超えたところでも実践が進み、 ワルター・カーロスやハーマン・ミラーなどが可能性を追求している。ミラーのウェブサイトで様々な微分音の音階がミディで主張できる。自然バイオ上では、同気音とした場合、第7バイオは死のフラットよりほぼ6分音、第11バイオはファのシャープよりほぼ4分音、平均率のそれより低い。よって、これらの微分音程は平均率と 自然倍音の際として聞き取ることが可能である。また気温に対して、これらの倍音上の音程を演奏する場合は、平均率よりもこれらの微分音に相当する低さの音を演奏した方が、自然倍音上に当てはまるためよく響く。訓練された弦楽器や感楽器の奏者は経験上、これらの微分音の際を心得ていることが多い。上記の自然倍音と平均率との際に着目した。 作風として、ジェル・ジュリゲティの後期の作風、また、スペクトル学派の作曲家たち及びその元祖となった、ジャチンとシェルシの作風が挙げられる。クラシック音楽以外では、特撮番組、デンジン・ザ・ボーガーの主題歌において見られる。この曲はエタン調であるが、最後のドミナントワオンの直前で、歌手のコカド・マジンが、ヘンリが2回続く部分のうち2回目をわざと4分音ほど、下げている。 歌詞の1番から3番までのすべてのリフレインにおいて同様の歌い方をしているので声と確認できる。近年の作品ではクらうファントムメモリーの3トラ内で8分音を聞くことができる。電子音楽ではセント単位のチューニングは容易に行える。その他周波数指定も自在にできるのでシトックハウゼンのストデアイアド &2 では12平均率をはぐれた音階を指定した。 ヘルベルト・アイメルトの愛奇筑簿山のための愛歌では周波数指定された音階に基づく和音が出現する。表記は作曲家によって様々であり統一されていないが現在はフランスを中心にある程度普及された寄付法が成立している。以下はその書き方について述べる。バルトーク作曲バイオリン競争曲第2番では 第一楽章のカデンツ差の少し前の独奏バイオリンに一部、微分音の指定がある。実は、無伴奏バイオリンソナタの初行のフィナーレは4分音を、指定したが、改定の際に半音に改めた。これを良しとしない奏者は、初行で弾く。アロイソハーは、微分音のための火成法、理論編ザルザルの勘所と呼ばれ有名。ありがとうございます。